ビップビップパクサって全然驚かんなビップビップパクサって全然驚かんな,かんなみんな筋トレしてるどうもあっちゃんです今日も楽しく暗号資産に関連する情報を配信していきますよろしくお願いします今日はですね朝から腕トレ腕をですねパンパンにして二頭筋三頭筋追い込んできたわけですけどももうパンパンでですねもうお風呂に入っても腕がパンパンでかすぎて背中に 手が届かないいっていうね、まあ、そんな悩みを抱えながら朝を迎えたわけなんですけどもまあビットコインリップルイザリエム結構ね予想通りというか調整というか買い増しチャンスというかですねまあ暴落してくれましたよねでまあそこから年末本当にビットコイン過去最高価格いくのかと200万円到達するんですかというような思いをねみんなお持ちであるかなというふうに思いますでは、まあ、私はですねコツコツと長期目線でビットコインリップルそしてもう一つですね何か5年 後10年先に生き残るですね暗号資産なのかまた新しいチャレンジなのかちょっとそこはねわからないですけどもそこを探して毎日を楽しく生きておりますまあリスクを取るまあ全体のね費用の中で予算の中でリスクを取りつつまあ未然にを切るとまあ大体自分のね、えー、未然にお金をつぎ込まないと、まあ、成果なんてね新しい出会いなんて まあ、起こりうるはずがないのでですね。まあ、そこはね、未然に起きていこうかなと思うんですけども、詐欺には注意してね。で、まあ、一つ、一つの例は、まあ、2012年にね、ビットコインに気づいた人というのは、まあ、7万倍、まあ、1万円買っていればね、7億円ぐらいの資産になったわけじゃないですか。 そういった発想でですね5年後10年後先ビットコインが大体8年間ぐらいでねそのぐらいの価格になりましたけどもこの今の時代の流れ技術の流れテクノロジーの進化ということでもっとそれがね早く3年から5年ぐらいでそのぐらいの収益が得られるものの何かが当然ねあるかなというふうには思うので当然今ね暗号資産だけ仮想資産仮想通貨だけの話をしてるわけじゃなくてですね他のところですねそこにどう出会っていくかといったところは常日頃日々のね努力次第継続して何かを 続けて新しいチャレンジを続けるということで何かね違うことに気づくことができると,、まあ、とそれは、まあ、こういったね動画を通じて私も毎日ね動画を上げる中で、まあ、いろいろとメディアに触れるネットに触れるということがあるので、まあ、ちょっとね、えー、気づかないいい本とかねそういったところに出会えるというのがね、まあ、あるので日々ね淡々と サラリーマンで仕事をするだけじゃなくてまあ、こういったね。新しい情報を得ていくというところも非常に大事なのかなと思います。で、まあ個人的な勝手なあの近況をちょっと言っちゃうとですね。まあ、最近あのまあ、ちょっとね。まあ、プログラミングの言語をまちょっと幅広げたいなということで。まあ、今更なんだけどもまあ、自動。 売買システム、ツールですね、まあ。あの辺りをちょっとね、開発していったりしてます。まあ、これはね、まあ、最初は、まあ、遊び半分で、で、まあ、いろろなトレッシュの API 叩いてね、その差分を引いて、まあ、要は、アービトラージとかね、まあ、ああいったよく詐欺ツールとかで、えー、騙されてる人も山ほどいますけども、まあ、それをね、あの自分で作って、自分で体験して、で、AI のそのモジュール、AI の仕組みとかも、あの自分で、なんか、ライブラリーとかね、モデルとか、そういったのを考えて作って、で、それでどのぐらいの成果出るのかなと。まあ、大体ね、アービトラージも、こうやってね、自動売買も、そんな にね。収益出ないわけなんですよ。本来であればね。だからそのなんかすごい。えっ、ー、と月利10%とか20%とか。そんなのはもうほぼ間違いないう嘘で。 詐欺なわけで,すよでまあそういったのを、まあ、1から0からね、えー、作る私は、ね、まあ仕事から職業から、まあ、エンジニアだったりするのでまあそういったところをですね自分の幅を広げていくのでちょっとね趣味語りやってますで、それがね例えばあどうだろうな月に1万円とかね、えー、お小遣い程度で稼げるツールがねもしねまあちょっとできそうなんですよできた暁にはねえっ、ー、とそのねサポートとかプログラミングの公開もねあのしてまあプログラミングの技術を学びたいという人ちょっと前提になっちゃうんですけどまあそういったのもねちょっと 面白いいかなとととと思っってて今ちょろ仕込んだりしてますというところですうこでね、まあ、もしできればね皆さんにもちょっと使ってもらいたいなとも思ってはいるんですけども、まあ、それがいつになることやらというところですねまあそんなこんなしてる間にですねリップルがねまた爆上げして皆さんもですね含み液にんまりということが早くね起きればまあいいんですけども、まあ、そんな簡単じゃなかろうでしょうということでマンゴーシさんはね、えー、まあ冷ややかに長期的にね、えー、見ていってるというのが、まあ、この動画のちょっと趣旨だったりします。 でまあ、今日はですねまあちょっとサムネイルでも書いてますけどもまあフレアトークンどうなのよと、まあ、リップルの発行するねフレアですねまあいろいろともう皆さん大好きフレアネットワークス FXRP ねちょっとしある程度ね知識が情報がいろいろ出てきてるところでまあ皆さん詳しいかなと思うのでまああまりその、ね、詳細なところはちょっと触れないですけどもまあ私串大好き池原さんね、えー リップル、相当アンチな池 a さんですけども、このフレアネットワークスね、どう思ってるのかなといったところはね、ちょっと聞いてみたいなというところは、まああるんですよ。まあただね、えー、ボロクソ言うんだろうなというふうにはまあ思うんですが、まあちょっと私なりにね、ちょっとフレアネットワークス、ちょっとね、見ていきたいと思いますと。まあちょっとね、その前に池谷さん最近あれですよね、薬事法関連でちょっとトラブったりしてますかね。まあ具体的にはまあいろいろとアンチの人たちに上げ足取られているような感じですけども、まあちょっとあの、n m、MM? m あの薬の若返るあのサプリメントですね。薬事法はね、あれ結構難しいからやめといた方がいいよというふうにはちょっと思っちゃうんですけども、そもそもですよ。そもそも、ああいうそのサプリメント、サプリメントってまあ若返りね。若返りを歌う薬で過去ね、色々と成功したものありますかというところからちょっとね、聞きたいところですね。まあこうやってね、 みんな筋トレしてるっていうね、ステデルフでやっております。私としてはですね、まあ、健康、運動がまあ最強というところがね、まあ、過去の大学の研究とか含めて、ハーバード大学とかでもね、研究出てますよね。ある一定の運動量、運動してる人はね、植物性、あの動物性油含めて、まあ、お菓子とかね、ああいうのも大量に摂っても、まあ、運動してる人はね、あの死亡率が 上ががらなないいとううよよう検証が出てたりしますよね、まあ、それはまあ本当ね同感できるというか、まあ、毎日毎日ですよ毎日皆さん筋トレしてます毎日運動してるね私からすればまあまあ当然な結果なわけですよそれを毎日体験してますからねでそれをなんかねあのサプリメント簡単なサプリメント3万円ぐらいあれで取って健康になりますというのは、まあ、人間のね体ってそこまでね簡単じゃないですよと、まあまあ、コロナでね免疫が ととといいううテーマもも語られているとは思うんですけども、まあ、人間ってそのワクチンウイルス、まあ、共存して、まあ、進化し続けていくというところがあるので、まあ、体,の自分体を自分の力において進化し続ける取り組みをしなきゃいけないわけですよ。まあ、それをサプリメント入れたからって、まあ、簡単にね、えー、飲み続けたからって簡単に不老不死なって得れるわけではなく不老不死得たいんだったら今の学術研究の成果からすると、まあ、毎日筋トレしようよみんなっていうそういうところなんですよ。 ドラゴンボールでもそうじゃないですか。数々、不老不死をね、あの、取りに行ったやつはみんな死んでってますよ。例えば、ピッコロ大魔王ね。ピッコロ大魔王もそうだし、フリーザもそうですよ。みんな死んでってますよね。不老不死を狙うために、まあ。ベジータもそうだったんですけど、まあ、ベジータは、まあ、最終的には、まあ、仲間のね、仲間を見つけて、仲間のために戦うと。仲間のために自己犠牲をして、修行するという考えが持ってたから、まあ、死ななかった、まあ。一度死んだけどね、部分はありますけども、 まあ大体簡単にフロ布紙を取りに行くやつ、まあ、鬼滅の刃の無残もそうですよね、無残。あの鬼の無残ね。彼もね、あの太陽に当たってもね、死なないというところで、その禰豆子を食べ,食べに行こうとしましたけども、結,結局はね、まあ、やられてしまいましたよねと。なんで、簡単に手に入れる自分の力、自分の修行、自分の鍛錬で成長を望まないやからたちはね、もう死んでいくわけですよ。はい。なんで、ちょっといろいろね、話が飛んじゃいましたけども、まあ、薬事法違反。 変なね、NNN のサプリメント売ってる人ね、もしかしたら、あのー、今後ね、長続きしない可能性もあるので、まあ、我々で一つ、まあ、時期的な問題もね、今のタイミングじゃなかったということで、まあ、お疲れ様でしたというような感じではないでしょうか。はい。で、ちょっと <laughs> やっとね、フレアネットワークに行っちゃうんですけども、まあ、いろいろとね、えー、と詳細知りたい人は、 他の皆さんのね、インフルエンサーの動画を見ればいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ私はね、まあ一言で言うと、まあ、パクリかな。パクリでそんなに将来性そこまでズバ抜けてなく、まあリップルらしさ、リップルがゆえの出し方という感じですかね。まあ要はね、ちょっとパクリだし、なんか新しめ、新しい部分もちょっとないしね、あのこ,これから流行るのかというのもちょっと かなり怪奇的疑問ではあるんですけどもまあ私はね私なりに当然フレアネットワークのトークンはスパークトークンはね、えー、付与してもらうようにはあの動こうかなと、まあ、常にね行動常に活動的なんで、まあ、当然ね仮想通貨はこういうの込みでなくなってもいいような状態の資産でやってるんでまあこれはねスパークトークンはちょっと取りに行こうかなというふうに思ってるんですけどもまあまあまあなんか普通だなと普通だなというかパクリだなというようなねちょっと残念感はかなりありますと。 でまあその理由の一つにね、えー、まあそのスマートコントラクト、えー、もし何々あれば、ね、契約ですね、条件、あのあたりをつけるために、まあ、イーサリアムの仮想マシーンね、EVM、あのあたりをうまく取り込もうと、まあ、してるんですけども、あれもねデファイの仕組みの中で、まあ、イーサリアムの、ね、価値プラットフォームを、まあ、高く評価している結果になってしまっているなというふうな、ね、ところはね、ちょっとね、 まあ残念に思いますと。まあ、XRP、リップル独自でね、何か新しいものを出して欲しかったというのはね、あるんですけども、まあ、イーサリアムに乗っかっちゃうのかというところがありますよね。で、あと、プルホブステーク、POS、えー、合意形成、戦線札、プルホブを使用しないと言ってますね。また、えーまあ、この仕組みじゃないよというようなこところは言ってるんですけども、じゃあ、それに変わるものは何というのも、なんかね、あまりちょっと明確じゃないし、なんか取ってつけたようなね、えー、そんな評価。 にちょっととね見えてしまいますといいすう感じですよねでまあその将来性についてもまあリップルをですね、まあ、より流動的にというところで、まあ、スマートコントラクトをくっつけてですねいろいろな機能をですね間借、まあ、りするといったらいいんですかねまあリップルより流行らせるために仮想通貨全体的なその仕組みの中を相乗りしてつなげて他の通貨との 流動性を図るとといいうよううよよな感じの匂いがプ、ね、プンプンとしちゃうんですよね要するに暗号資産仮想通貨の枠を超えて何か、ね、新しいところを取り組んでるっていうところにはまあ程遠いかなというのがあるので、まあ、と,りとりあえず資金がある安全牌にスパークトークンフレアネットワークスを動かしているといったようなところが、まあ、非常に、ね、感じてしまいますとであとまあブリッジ的なところで、ねまあ、コスモスとかポルトカトットとか、ね、総合4世プロトコルを介してっていう話が、ねまあ、拡散させるためにというふうなところもまあ,あったりするんですけども うん、まあまあこれは何でしょうこれからのその10倍20倍これからリップが目指す400円ですねあそこに到達するほどにはちょっと程遠いな機能かなというふうにはちょっとね個人的には思ってしまいますと、まあ、とは言い,いながらも当然ねフレアンネットワークス、うん、皆さんね付与してもらった方がいいと思うんで、まあ、私はね海外というよりはまあこの 仮想通貨取引所 GMO コインですね。まあ、GMO コインは私もね、まあ、利用してさせてもらってるというところがあって、まあ、GMO はやっぱりその、まあ、エンジニア技術的にも結構ねあの、新しいところを国内では斬新に取り入れてるといったような、ねえー、雰囲気が、ね、非常に感じてるので、まあ、ここで GMO コインが、ね、日本で最初に、えー、取引所でスパークトークンを、ねまあ、付与する計画があるというふうに発表してるので、まあ、ここはここでね、 ちょっと私は GM あたりに目をつけて、まあ、ここでね、えー、付与してもらおうかなみたいなところはちょっと考えたりしてはいます。はい。で、ちょっとね、最後に、まあ、最近ですね、まあ、仮想通貨が下落した理由として、あのまあコインベース仕様が言ってる、まあ、ウォレット規制の警告ですね。まあ、このニュースをね、ちょっとね、見て、まあ思いましたと、気になることが思いましたというふうに感じなんで、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、まあ要はこれはね、コインベース仕様であるブライアン・ アームストロングこの人がですね、米国、アメリカの暗号規制ですね、ここで結構これからウォレットに関連する規制を急ぐ、発表する可能性があるよ的なことをね言ってそうなんですよね。で、簡単に言うと、この身分証明ですよね、このあたりを厳格化、厳密にしていくというような感じなんじゃないかなと思うんですけども、暗号資産の世界でもね、KYC が明確に定義されていくというのは、法規制を。 まあ、健全にしていくということで、まあいいかなとは思うんですけども、まあ、使い勝手がね、やっぱりね、落ちてしまうというのがね、まありますよね。まあ、暗号資産はね、P2P、そのね、中央に偏らないように、まあ、資金をね、個人間で管理できるといったようなね、ところがメリットにあるはずなのに、やはりね、こういったね、規制関連がちょっと関わってきてしまうと、やはりですね、中央に支配されていく、この世界に、ね、なってしまうという、ちょっと恐れがあり、若干残念かなというふうには、まあ、この記事を見るとね、思うんですけども、 逆にですね、ちょっとね、裏を返すと。ま、あこれは。 まあ一般のね、個人投資家を煽り、えっ、ー、と、まあ、まあ一旦そのね、価格を下げる、うん、ために、まあ何かの大きな力がね、仕掛けてきているような、ちょっと気もしてしまうという感じですね。まあこういったのが、1個2個続けば、もう,もう少し、ね、価格が下がってくるかなというふうに思うので、まあそこはある意味ね、チャンスかなと私は個人的には取られ捉えたりしています。はい。なんでですね、まあリップルもビットコインもね、まあ特にリップルですね、かなりボラテリティが高くなってきていて、またね、えー、また3 0円ぐらいにまで、20円3 0円ぐらいまで戻ってきたら、 これはこれでね、まあ、にんまりほっこりしてチャンスかなというふうにはちょっと思ってしまいますけども、さてさて年末どうなっていくでしょうかというところで、まあ、今日はですね、まあ、このぐらいにしたいかなというふうに思います。みんな筋トレしてるということで、最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録お待ちしております。LINE もですね、登録してもらえると嬉しいですということで、詐欺には気をつけましょう。それではまた、あちゃんでた。